ハワイアンロックファックユーヒーローズプレゼンツ1997はロックバンドのハワイアンロックとファックユーヒーローズが共同で不定期に開催するパンクロックハードコアのバンドを中心としたイベントである2010年以降は開催されていないが2012年に同イベントはエッコーズと解明し復活した2006年に新規バスタジオコーストにて 第一回目が開催された。また、それ以降の開催も新規バスタジオコーストにて行われる。日本一不親切なロックフェスと、バンド自らが発言している通り、細かいルールといったものが一切なく、すべて自己責任というモットーで行われている。全、バンド、ノーギャラで出演している。しかし、 毎年多くのロックバンドが参加し、メジャーシーンで活動するバンドが参加することも少なくない。第1回目の開催。屋内ステージと野外ステージとテントステージの3ステージで行われた。第2回目の開催。1年明けて第3回目の開催。8月1日と8月2日にかけて行われた。また、 8月1日は、名古屋ダイヤモンドホールと名古屋アポロシアターにて、同時開催。8月2日は新規バスタジオコーストで、行われた。8月1日出演8月2日、出演2009年度から、屋内ステージ、屋内サブ、外ステージ、バーステージの4ステージが設けられた。4回目の開催。来年以降の開催は、ハワイアン6のメンバートルが脱退するため、未定。 ありがとうございます。